TBS ドラマストリーム、からかい上手の高木さん、毎週火曜あと11時58分が4月2日にスタートすることが決定した。また、Netflix では、ディレクターズカット版を配信する。その第1話と第2話は、3月26日火曜日に先行配信。以降は毎週1話ずつの配信を予定している。人気漫画を実写ドラマ化した同作は、とある中学校を舞台に、隣同士の席に座る、からかい上手の高木さんと、からかわれっぱなしの西方二人の日常を描く、青春ラブコメディ。今回の実写ドラマでは、西方をからかって楽しんでいる高木さん役を、月島るい、高木さんに、いつもからかわれてしまう、西方役を、黒川宗也が務め、10代のフレッシュなキャストが演じる。本、ドラマ、そして10年後の高木さんと西方を描く映画、からかい上手の高木さん、5月31日公開の主題歌は、エネの書き下ろしの新曲、遥かに決定。今回のオファーを受け、エネは、からかい上手の高木さんという素敵な作品の映像化に際し、主題歌として関われること、心から光栄に思っていますとコメント。さらに高木さんと西方2人のその尊い関係の象徴になるような楽曲を目指して「遥か」という曲を制作しました。私にとっても新しい空気感をまとった曲です。作品を愛する皆さんに、そして今回の映像化で初めてこの作品に触れる皆さんにも、少しでも気に入っていただけたらとても幸せですと楽曲に込めた思いを語った。